はい、どうもこんにちは、芸人ギルドでーす。よろしくお願いします。はい、裏切りマンキーコングの藤です。裏切りマンキーコングの西岡でーす。エリック・ニコラスです。僕がジャパニーズ小池です。ヒロチンです。よろしくお願いします。さあ、今回はゲーマーだらけの陶芸体験会ということでございます。違うんだって。灯籠がないんですけどね。違うの。いつ入れるんですか。違う。何ですか。前回に引き続き、はい、ゲームに特化した機能てんこ盛りのエクスペリア1マーク3を使うって企画です。なるほど。でね、毎回始まってちょっとしてからね、ヒロチンがマイク落とす。ごめんなさい、本当にすいません。何なのそれ。あのさ、前半もそうだったし、あの机に置くのやめよう。ボタンがないんだよ。まあ、前回の、ね、動画でもあったんですけど、はい、エクスペリア1マーク3を使って、はい、エクスペリア1マーク 3VS エクスペリア1マーク2、まあ、前の機種ですね。なるほど、はい、でどちらの方がコールオブデューティーモバイル勝率が高いのか、ゲーリンギルドで検証していきたいと思っております。なるほど、なるほど。まあ、確かに2から3でこんだけ変わったよっていうのがね、はい、見れたらそれは面白いですね。そうなんですよ、はい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 、でルールなんですけれども、もう至ってシンプルで、まあ、9時でどちらがその1マーク3を使うか決めて、はい、で、COD モバイルのカスタムマッチで1対1、1v1 ですね。タイマンだ。タイマンです。をやっていただいて、まあ、全5試合行います。はいはいはい、でどちらの携帯の方が勝率が高かったのかというのをもうリアルタイムで検証していきたいと思っています。タイマンだったらちょっと任せてくださいよ、僕。あ、昔やっぱ一緒にやってたら人にあのメッセとか送ってタイマン申し込んでたんで。いや、一番やべえですか。やべえタイプの。手がタイマンかかってこいよ。まず初戦なんですけれども、はい、まあ FPS、まあ、皆さん基本得意なんですけれども、はい、まあ、ニコラスさんとヒロチンに、はい、ちょっと戦っていただこうかなと。FPS と言ったらこの2人ですけども、はい、やりましょう。思っていますんで、はい、じゃあエクスペリア1マーク3を使う方。はい、いや、使いたいっすよ。はい、これくじ引きですよね。くじ引きです。ここに今ヒロチンと、ニコラさんの札があるので、なるほど、この、まあ、こういう風に引いてもらって引いた方が使うという、なるほど、形にしていただきます。じゃあできればマーク3使いたいっすね。いや、それはそうよね、まあ、有利だもんな、うん、これだからどっちがどういう勝率でも、もう記載というかもう動画にします。え、やり直しなし。やり直しなし。え、嘘。それがやっぱ芸人ギルドでしょ。まあ、確かにそこは、まあ、確かにやらせは。そりゃそうやん。まあ、とりあえず引いてもらいましょう。いや、マーク3使いたいよ、はいはいはい、いいですか。はい、お願いします。じゃあこれでこっち、はい、ワンマーク3を使うのはあ、ニコラさんでーす。はい、勝ち。じゃあニコラスさんがマーク3。はい、よし、まあ、ゲームに特化したエクスペリア1マーク3と、一つ前の機種ですね、うん、ローガンマレーザーもオーディオイコライザーもないです。おお、その差がどれぐらい出るのかってことね。そうですね、はい、言うて、なるほどなるほど、はい、でもうこれプレイヤーの実力、まあ、機種の実力が出るように、もう武器もアタッチメントもパークも全て同じものです。武器キャラクター差はないと。はい、まあキル上限が10ですね。先に10本取った方が勝ち、うん、敵をキルした方が勝ちと。早速エクスペリア1マーク2とエクスペリア1マーク3、どちらが勝率高いのかやっていきたいと思います。どうぞお願いします。まあ、僕の目線から見たらヒロチン、ニコラスさんは結構同じぐらいの腕前だと思うね、うん、FPS っていうだけで言ったら。そうですね。いや、でもヒロチン COD モバイルやってたから。そうか、あ、そうか、モバイル、そうだそうだ、一緒にやってたから。じゃあもうこれはこれにニコラスさん勝ったらかなりね、大きな変化が、ね、そうだね、性能差相当あるって見てもいいかもしれないね、うん、動画の趣旨ぶっ壊してやんぜ。まあね、一戦目からね、まあ、それはもうノンフィクションですから、こっちは。そうですね、うん、いいよ、ガチガチにやってるよ。さあ、これ画面はこれニコラスさんの画面ですね。僕ら見てますけど、ニコラスさんが僕の画面配置になっちゃってるんで、あ、だから打ってたのか。おおちょっとわざと暗いところいない。いや、ちょっと俺らから見たら全然暗くない。いや、明るいよ、全然明るいね。全然暗くないのよ。いや、こう暗いの今のところ暗くないし、部屋の中ちょっと暗くない。あ、なるほどな。そうなんだ。最初ニコラスさんがこの部屋の入り口打ったじゃないですか、うん、なんでと思ったんですけど、僕らにはよく聞こえてないんですけど、これ足音聞こえてたの。まあ、音でってことだよね。すげえ、もう完璧に。家の中だと多分その音的なことが多分上なんでしょうね、そっちの方が。いや、そうだね、細かい音が。え、プレイヤーさでしょ。そういう番組なの今日。
あれ？いやー、もう今のもニコラさんはまあ先に気づける足音してるからね、足音でわかるけど、多分あえて暗いところだろうところに行ってるんですよ。暗くて音を聞くだけでわかるように。なるほど、まあその選択肢が生まれるのでかいね。そうですね。なるほどなるほど。おい、ガンマチか？やった！ついに1本。これがマーク2の力よ。まだね、現役だからマーク2も。マーク2現役よ。マーク2もめちゃくちゃいい携帯ですから。ワンマーク3の方が、3点。3点。ひろちんくんの方が。よいしょ！いいよ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 。盛り上げてきた盛り上げてきた。やっぱ外だとね、明るいから。そうですね。そうだな。そうだな。味しめてんだニコラ。ちょっと暗いところ探すゲームになってるな。あ、でもこれはもう二人にはもちろん真剣にやっていただきたいんで。いやもちろん。はい。そうですよ。どっちも。やって。え？はい、弱い。いやもう。一体。ピューリファイヤー行くか。やっぱり。はい、弱い。やばい。足音。はい、弱い。なのでやっぱり音の関係はより重要になってくる。より弾を当てなければいけない。え、なに？え、今のも聞こえてんの？いや、やっぱ遠くの音も、はい、どこ行ったの？イコライザーのおかげでこう聞こえてくるんだね。すごいね。研ぎ澄まされて。これちょっとそろそろ、うわ、もう音の方さ、音を先打ってるもんな。あ、はい、ちょっと。ニコラさん、今のバスの裏側の音とかも聞こえるんですか？聞こえた、聞こえた。全然違うんだよ。こっちはね、聞こえないのよ。あれ？これは？これは？これは、ロケットランチャーです。音だけでいいですか？もう、ニコラさんそれ。はい、自分、自分。はい、じゃないのよ。追いついてきてる、追いついてきてる。だいぶ余裕ありますから。まだ全然、ね、まだ全然。あはい、弱い。じゃあ、エクスペリア1マーク3が強い。そう、そう、これエクスペリア1マーク3が生み出してしまったバケモンってこと。そうそう、そうですね、こんなやつがめちゃめちゃ出てくるってことじゃないですか。いやでもね、慣れてないのにそうやって音とかも分かって。いや、すごいですね。あんないい、ね、同じ階とかじゃなくて2階にいる、うん、ここにいるってのが明確に分かりますね。うん、結構分かったね。なるほどなるほど、うん、距離感とかもね。いや、僕らはやっぱマップ覚えてるんで、はいはい、なるほどなるほど、もうこの足音はこの辺だな、あ、この木の足音はこの辺だなとか分かるんですけど、うん、全く初めてやった人が分かるっていうのがやっぱ強いですよね。まあね、外見ててやっぱ家の外をこうやって回ってきてんなっていうのも分かった、うん、そうですよね。深いな、それが分かるのは。バスの裏側にもう最初から合わせてましたもんね、右か左かもね、音に向かってるからですね。そう、音に向かってる。エクスペリア1マーク3が一勝。よーし、一本ね、一本。いや、まずいよ、マーク2頑張んないと。これ正の字できちゃうよ、これ正の字。じゃあ続いては、はい、ウラマンさんお二人、いいですか、お願いしてもよろしいでしょうか。よっしゃ、はい、はい、やりましょう。はい、ということで、はい、続いての試合は、裏切りマンキーコング対決と行きましょうよ。はい、じゃあまあ、エクスペリア1マーク2かエクスペリア1マーク3か、ね、くじ引きでいきます。くじ引きね、はい、はい、これ、これで決まるのよ。エクスペリア1マーク3は西澤でーす。もう勝ちじゃん。プレイヤーでも勝って、まあまあ、デバイスでも勝ってって、はい、待って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 、2勝ちじゃん。もう2つけて、引き手になってるな。なんだ、2つける。ふうじさん、あれですよ、ワンマーク2だから負けたみたいなのやめてくださいね。 いつもの、うん、ちゃんともうちょっと見ても、だから動画にならなくなっちゃうかも、いつもしちゃって。いや、全然いいですよ。さあ、じゃあエクスペリア1マーク3を使っている西澤さんとエクスペリア1マーク2のふうじさん、やっていきたいと思います。これ足音わかるのかな。うわ、いいですよ、いいですよ。いや、ぬるぬるすぎるだろこれ。そう、いやだからもう明らかになんかこっちの方が早く気づいてる感じする。いるのそこ。よいしょ。あ、いいよ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 。イコライザーして、イコライザーちゃんと。イコライザーしないと。イコライザーはされてるでしょ。どっかから打たれてるけど、イコライザーして。いいよいいよ。ノーガンマネーザーしてちゃおられてんな。はい、
いや、まずいですよ、これ。まあ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 、全然大丈夫ですよ。十分強いのは分かってるんですよ。いいよ、強い。おー、これ分かった。イコライザーだぜ。分かった。イコライザーとかの分、精神的に勝たないといけないから。確かに、背負ってるもんが。いや、なんだそれ。何それ。なんかドローン飛んでたんだけど。人間の人間力大丈夫。ハンターキラーを、ボッコボコ。ほらほら、もうリアルな検証ですか。あ、まあ、それはね、それはそうですよ。やらせじゃないってことはね。やらせじゃない、うん、どこにいるんですか。西さんにいないのよ、藤井さんが。動いてなくない。めっちゃ走ってるよ。音も聞こえないし。おらー、8対1。オーディオイコライザー関係ないところで。関連の恨み。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。オッケー、オッケー。何それ。関連の恨みが。西さんが直接与えてないストレスもやっぱ富士さん普段感じてますから。富士さんが配信してて、はい、リスナーが来るじゃないですか、うん、いや西沢いねんかいってコメント残してどっか行こうっすよ。やっぱ西さんはね、直接手を下してないんだけど、やっぱそういうのでどんどんストレス溜まってきますから。あ、うわー、強い。あと1点だよ。まずあと1点。ちょっとタイトルに富士西沢なしって書いてて、ちゃんとタイトル一番最初のところにね、カッコ西沢はいませんって。いいですよ。見つけるの早いね。ああ、うまい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 。やばい、やばい、やばい。外出たくないもんな、こうなると。そうか。暗いところ戦法だ。ニコラスさんが取ってた。暗いところ戦法の方が絶対強いもんな。おい。おらー。本気です。本気ですよ。いや、これが本気でやってます。これが取りたかったんです、僕は。ダセ、あのダブリッド。エクスペリア1マーク2が1勝と。そうだね。1対1でございます、今。これはしょうがない。これはもうちょっと。しっかり負けたわ。そうですね。まあまあ、ちょっと埋められない差もあるよってことでいいですか。いいです。最終戦またリベンジマッチしますか、じゃあ。俺2でやってみたいな、それ。あ、逆にしてね。逆にしてね。いや、でも勝てねえと思うわ。次はどうしましょう。3試合目。ちょっといいですか。はい。あれ、これ2の方が強い説俺出てるんで。いや、一戦だけで。いや、俺はなってんの。あ、まあ確かに、ね。お前はちょっと俺2使っていいっすか。そんなにプライドある。あ、じゃあもうそのまま言いましたが、僕がちょっと、いや、そう、これ使いたかったんですよ、3を。そっか、1戦目2だったもんね。いや、そうそうそうっす。これで俺勝った日にはもう言い訳聞かんよ。ちょっとこれは、ね。いや、まあそうっすね。まあそうよ。うん、プロゲーマーだし、西澤の方がゲーム長い時間やってて、うん、西澤の方がゲーム上手いはずなのに負けたってことは、まあそれもあり得るのかなとはね。あ、ちょっとね、ここはどっかでね、全部言ったじゃん。じゃあよろしいですか、お二人。はい、じゃあ、はい、まあ、これお互い使ってないですね。お互い使ってない、なるほど、やつで、やってみましょう。それでは、エクスペリア1マーク3対エクスペリア1マーク2、どっちが強いか検証スタートです。視野が違いますよね。まあそうね、はい、長いのか。いや長い、細長い。携帯でかいね、本当に邪魔になんないね。いや本当に、なるほどなるほど。純粋にそれが広くなっちゃってて、見える画面がね、うん、大きいんで。そうだね。あ、音違うわこれ。あ、本当。あ、そうだ、それ聞こえが違う。それやってみたいな、確かに。結構ね、マーク2でやった感じは結構その遠くでなんかボッボッボッっていう足音は聞こえるけど、細かくなんかどこなのかも分かんない。うん、あ、ちょっと待ってよ、これはありますよ。もう申し訳ないです、勝ちます、これ。あ、もう慣れた。あ、もう慣れてきた。店慣れちゃったわ。よかった、慣れないで。うわー、いいですよ、いいですよ、いいですよ。あ、で、あー、これまずいですよ。おー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 おお、ちょっと、ガン待ちしてんな。いや、俺もね、俺もさっき気づいたのよ。富士さん、ガン待ちしてた。いやいや、俺してない。してないよ。あー、強い。ちょっと待って、これってことは俺の下が2人になるってことだよね。ねえ、西澤に勝って俺が、その西澤がヒロチンに勝ったら俺に下2人ができるわけだね。すぐ見つけるじゃないですか。うん、頑張れ西澤。いやー、いや強い、ね、いいぞ西澤。もうだって06ですからね、今。はい、いたか。あ、あ、よいしょー。いいよ、いいよ。音の気づきの速さやっぱね、確かにマーク3なんだよね。やっぱこう走ってって先にどっちがこっち向いてるかって言ったらマーク3の方が。そうですね、うん、
そう、打ち合いが始まった時に打ち始めてるのがやっぱマークスリーなのよ。えぇ、ー、マークスリー、これはちょっと追い上げ始めてるのか。止まんないよ、止まんないよ、うん、動くとね、そっちの方がういうい止まんない、やっぱ気づきが早いわ。止まんない、肩叩かれてから気づいてるもん。振り向いて戦うことになってるからね。だいぶ変わってきたよ。なにこれ、 UAV 使っていいの？いや、それやめて、俺もそれよく分かってないから、このシステム。俺全部使った。あ、うまい、SM ですよ。そのシステム俺よく分かってないのよ、このゲームの。まあスペシャルよね、スペシャルですね、はい、下の武器の横のほうがいい。あー、やっぱ今のは、今のなんか、打ち合いが、西さんがまだ走ってるんですよね、俺が打ち始めた時に。確かに、なんか使ってるよ。なしなんじゃないの。逆転もあるぞ、でもまだまだ、まあ、でも 5対8ですから。画面のね、左上に出てる青いのが基本的にエクスペリアワン。あ、じゃあ、OK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 
確かにボーって低音だけあって確かにね、有利不利とかいう話もしてるけど、はい、普通にゲームに没頭する、うん、没入感っていう部分でも、ね、かなりイコライザーは役に立つそうだね。どこ行ったんだよ。気づいてる気づいてる。でもよし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 、リロードの音も、あ、やっぱ相手のリロードの音もしっかり聞こえてますね。ほんといろんなゲームでそれ聞こえたらずるいよみたいなのがありそうだね。いや、ありますよ。あー、いいですよ。めちゃくちゃ接戦。ミスザーマッチポイント。これほんとね、FPS ゲームだけじゃないってところはもう強く言いたいですね、うん、そうだね、はい。あの格闘ゲームとかでも音で判断するとたまにいいんだよ。はぁ、なるほど。キャラのセリフとか、はい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 、はい、そういうの。あ、よし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 。ああ、さあ8対9。やばい、これ負けたくね。接戦だ。ね、はい、ここで負けたらもう一生バカにされるから仕方ない。やばい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 、やばい。ソニーさん拾ったね。強固じ後ろがないところ。やばい。ソニーさん、ソニーさん、おいおい、ちょっと最大限に使わせてもらいました、最後は。そうだよね。僕が打ち始めた頃、まだ西さん走ってるんですよ。そうだね。それが多かった。そう、だからその多分音の聞き分けみたいなのが、うん、やっぱ、マークスリーすごいっすわ。はい、ということで、エクスペリア1マーク3とエクスペリア1マーク2は、ただいまの試合、第3試合はエクスペリア1マーク3の勝利でございます。よかった。はい、うん、ね。これはだから、3使って負けて、2使って負けたわけじゃん。そうですね。俺が弱いな。多分ね。まだ、まあ、言わなかったですけど、もしかしたらそうかもしれない。そうかもしれない。やっぱその最初に言ったけど、画面が横長なんですよ。はい、だから本当手が邪魔にならないっていうのがすごい分かりましたね。そうなんですよ。はい、ということで、はい、じゃあ富士さんが、うん、先ほどエクスペリア1マーク3を使っていないので、はい、エクスペリア1マーク3使っていただいて、なるほど。ニコラさんはその逆、うん、3しか使ってないんで、旧式の2を使ってもらうと。はい、まあ言うてその FPS でね、やってきてる人です。そうですね。ちょっとこれをね、ひっくり返したらさすがにすごいなってなりますよ。まあね、うん、ただ富士さんなんか変な古速な武器使ってたから。そうなんですよ。なんかキルストリークとスペシャリストっていうやつを使ってたんで、うん、なんか爆弾みたいに飛んできた。爆弾、はい、爆弾飛ばしました。あれは敵を倒すと溜まる。溜まる。ほんとだ。広っ。広いんすよ。そうなんですよ。だってさ、何が広いって、あの射撃ボタンの右側が広い。だからもうだいぶしっかり余裕があるから、うん、向きやすいわ。 PSで、ニコラスさんに俺が勝つことなんかないからな。爆発物飛んできてるけど。ガチでやってるな。カンカンが聞こえたから避けれました、今僕は。あっ、カランコロンっていうのがね。そうそうそう、グレの音でね。いるんすか、いるんすか。あー、そう、裏側か。なるほど、家のね。そう、あれ、あのこの足、でもあの遠くの足音聞こえてたんですよ。家の裏だった裏だった。貫通して聞こえて、マジ？あ、上にいるわ。危なっ。いいよ、いいよ。聞こえたよ、今右から。やろ、フェンシー。あー
いいよ。大体だ。うわ、いいね。よっしゃよっしゃ。スムーズに見えるのはやっぱり、フレームレート。うん、高いからね。全然違うわ、こうやって見ると。うん、あー、いいですよ、いいですよ。いや、聞こえたな、今。何か一つ掴もうとしてる。あ、そっちにいるんだ。いるね。おー、いい、いい、いい。いいぞ、いいぞ。戻せないと。ロケランが戻せない。なんか飛んできたな。聞こえるぞ、聞こえる。あー、そう。あー、なるほど、なるほど、なるほど。アメーゼ。ダンナ。これは一撃必殺のリボルバーみたいな感じなんですけど、まあ、時間制限もちろんあってみたいな。うわあ。アメーゼ。いいですよ。めちゃくちゃ走ってるなと思ったら、そこかい。そこから敵、やっぱ敵出てきたもん、ね、あー、やっぱいるんだ。あー、じゃあ、あー、いや、今のはニコラさん、ニコラさん、やばいね。打ち合い力で負けてる。そっちから聞こえるのか。いや、いるんだね。いるんかな、わかんない、俺たちには。グレネード。うーわ。タイマンのレベル上がってきてる。うわー、おー、いいよ。いや、動き回ってる情報。うわ、なんだなんだなんだ。大爆発がね、すぐ起きる。爆発が起きてるんだ。こちらに。さあ、部屋の中にいるのか。さすがに2階っていうパターンもありますからね。そうなんだよね、はい、でもね、それもね、やっぱ足音の種類で分かるわ。室内なのかどうかとか、トットットとかドッドッドとかコツコツコツ、やっぱ違いますからね。そう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 。上か下かはもうやっぱ FPS やってても一番難しいところですからね、そうですね、うん、ここはちょっと研ぎ澄ますか。6号ですからね、結構次のキル大事ですよ。プニジー。研ぎ澄ます作戦ね。研ぎ澄ましたよ、今。やっぱ早いわ、打ち始めが。ここってね、打ち始め早いね。相手が走ってる状態の時打ってますからね。お、足音する。そう、マジ？うわー、早い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 ね。やっぱりすぐ見つけれるな。今のも足音聞こえてたってこと？足音が聞こえる方向がなんとなくわかるって。あの距離で聞こえるんだ。いえ。あ、くそ。でも食らってる。もうない。グレネード。やばい。やっぱ正面打ち合い負けるからグレネード使う。あの、敵の位置が分かるミニマップの左上の、うん、で、敵の位置が分かるの使いました。マーク3の性能うんぬんももちろんだけど、勝ちたいんだよ。マジ、まあ、マーク3のおかげで得た UAV ですから。あ、マーク 3UAV とかのストローク、うん、全部使えば俺でもニコラさんに勝てる。そういうこと。そうか。ワンマーク3さっき使ってて勝ったじゃないですか、はい、岩下にとワンマーク2になったんですけど、もちろんワンマーク2もいいとは思うんですけど、ワンマーク3の方がやっぱ、まあそうだね、音とかも綺麗だったし、うんうんうん、その速いかな、なんかね FPS っていうか、そのクロスヘア合わせやすい。ああ、そうなんですか。確かに遠くにまず見つけるのが速い、うん、その暗さのあれもあって、はい、でその時にこう本当ヌルヌル走ってるから、うん、ここ綺麗に合わせて打ち始めてみたいな。なるほどね。のができやすいですね、これは。いや、二人どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいわ。いい勝負だった。ということで、エクスペリア1マーク3が3勝目。おぉ、ガンついた。あ、逆だよ、逆だよ。おい。シンプルアホやめてよ。シンプルアホやめてよ。どういう学校見てるから。こちらでしたね。はい。これはね。いや、この時点で、はい、もう、まあ、1マーク3の方が、勝ちなんですよ、勝ち、ね、勝ち越してしまってるんですよ。5試合やるとしたらね、はい、うん、ちょっと3リベンジしていいですか。あ、3リベンジ、あ、西さん、はい、私だけなんです3で負けてるんで。俺は3をまだダメかもしれないって思ってるから、まだ、ね、俺だけは、それ2の方がいいんじゃないかって払拭したいね、うん、それを。え、同じマッチやる。全勝でしょ、富士さん、まさか、まあ、今んとこ私全勝っすね。あ、確かに、そうだね、リベンジもね、できる。そうですね、俺はニコラさん負けてますからね。そうだね、いますか。まあ俺明らかに一番負けてるから。そうですね、うん、一番下手なのよ。FPS 初心者の西さんが
ちょっと3を使って小木さん倒すとこ見たいですよ。ナチュラルに初心者のって弱点してるじゃん。タッチも言えない。俺もそれはもう受け入れましょうですね。じゃあ裏マン対決リベンジ編行きましょう。行きましょう。はい、ということで、はい、最終戦は、裏マン対決、そして西澤さんが、エクスペリア1マーク3を使ってリベンジです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、動画台出しにするぞもうマーク3の性能を発揮できるスペックに私がなりましたから、はい、なるほど、追いつきました、ね、プレイヤー側がうまくはなってますからね、はい、で、まあ、もうすでにエクスペリア1マーク3の方が有利ってことでなってるんですけど、おいや、フージさんの CPU が、フージさんの頭の CPU が止まりましたけど、一回マーク3に触ってるから、やばい、音の聞こえ方が違う。ってなってましたけど、今。あこんばんは。あ、やっぱ気づきがね、そうだね。気づきが遅いわ。横から聞こえちゃうわ。50メートルぐらい後ろついてってましたからね、ずっと。何してんだよ。あ、聞いてる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 。止まってるぞ、こいつ。あ、こてろ。ああくそー、シンプルにやっぱエイムうまくなってますもんね。慣れてる、普通に慣れてきてる。これじゃやっぱマーク3にペケつけられないから。まあそうか、皆さんはやっぱり本気でやる、本気でお伝えしたいから、いや本当なるべくペケつければペケつけるほど、そうそうそう、そのプレッシャーがあるから。おお、いやいや、そこ乗れるんだ。なんだよ、そんなずるいとこ行きやがって。ちょっと俺感度悪いわ。あれやばい。セッティング時間ありましたよ。うわ、いや、いい、やめた。あー、それこれ銃戻したい。ちょっとそれ最強ですよ。でもよしよしよし。この野郎、この野郎、この危ない危ない。おー、痛い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 。ちょっとデバイス変わってからちょっと富士山の動きがちょっとぎこちなくなってもうねちょっと戻れないかもしれん、うん、一回す慣れちゃってるからね。たらオッケー。あーそうそう、うまい。あー、スリーだわマークスリーだわこれ。おいおい、ちょっとだめだ、揺さぶらない方がいいわ。もうスリー使うならずっとスリー使った方がいい、これそうか、一番楽さというかね。マーク2、マーク3、マーク2はね、あれ、うまい、性能良い、性能用意してますよ俺。2、3、2って言ってるから。こんなさっきなんかもっと下手くそだったんだけどな。西澤。あ、聞いてます聞いてます。オッケー。あー、すごい。でもニコラスさんに勝ってるで、割とあ、富士さん強いんだこのゲームっていうのが。バカ言うな。ごめんなさい。うわー、いいですよ、もうマッチポイントでした。俺この距離聞こえたからね、今全然聞こえなかった。マジっすか。だから俺、右左どっちか分かんなかったんよ。もう富士は分かってなかったね、今はね、絶対やばいやばいやばい。え、あと1回、あと1回です、あと1回ですね。富士さん、ちょっとボロ負けだけはやめてね。あ、ちょっと待って、次の打ち合いどうなるか。そっか、不安になりますよね、そう、スリーやってたら。どこだ。おや、芋ってます。いた、いた、素晴らしい。やったー、さすがです。さ、通るねー。オッケーオッケーオッケー、ここだろ。あ、そう、すごい、いいね。音は聞こえてね、音は。ただその音の方向がやっぱマーク2の距離だったか。マーク2の距離だったか。マーク3の距離とやっぱマーク2の距離、マーク2でも聞こえる距離入ったらね、うん、1-1 の戦いになる。うん、え、全然聞こえない。え、え、どこ、マジで分からん。あ、いた、あ、やばい、やった。うん、あべぇ、本気のやつあれはい、ということで結果はエクスペリアマーク3の勝利でございます。おめでとう、おめでとうございます。そっか、え、ふうじさんどうでした。あれがあったのにってなる。あれが聞こえてたのにってなる。
まあそんなもちろん全然なんかもうめちゃ違うわじゃないんだけど、うん、まあさっき西さんも言ったけど多分3と2の距離が違う。まあそうですね。まあねこっちはイコライザーで音も明らかに、うんうん、まあ、聞こえやすくなってるから、はい、多分その距離はあると思う。ちょっとマーク13持ってきてもらっていいですか10年後かな。もともとね良かったんだなっていう、はいはいうん、そこにやっぱ自分のプレーが追いついてなかったっていうのがちょっとだからペケつけたの俺なわけじゃん1回そうですねそうあれがちょっと不甲斐ないあそうかあれ以外は全部3勝だった。本当は全勝だった。本当は全勝いけたかもこれが下手くそだったマジでそうだから僕もこれ持ってきた時に、うん、絶対どんなプレイヤーが使っても勝てるなと思ったんでこの企画なるほどね、持ってきてるんで。はい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 、はい、なんでちょっと西さんが負けた時はヒヤッとしましたけどね。しかもまあ2戦目そう序盤でねそうこれはリアルな結果ですね、うん、見事にエクスペリアマーク3の方が有利という結果になりました。そりゃそうよ。素晴らしい、まあ、本当に凄さがね、うん、出てたと思うんですけれども、うん、ニコラさんいかがでしたか通して。音がすごいはっきりしてて、うんうんうん、まあ、なんか1回2回とかもあったし、なんかあえて俺イモるプレイしてたけど、はい、もう本当によくわかる。だって敵出てくる前の扉もずっと打ってましたもんね、うん、ここにいるなって分かって、うん、階段とかもはっきりするし、うんうん、か窓から狙うシーンとかあったけど、はい、やっぱ音がいいから、うん、1階の右から来てるな、はい、左から来てるのがすごい分かったから、うん、まあ、すごくいいもんでしたね。100点です。ゲーマーとして100点です。一発目で100点は出さないでほしい。そうなんですよ。ひろちんいかがでしたか。どん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 スマホって進化してって、うん、もうここまで来たのかと、うん。ミキサーが入ってるわけじゃないですか。そうね。そのスマホの中に。イコライザーね。ミキサーだけでも何万とかする中で、うん、本当にそう。もともとスマホにその機能が入ってるって。うん、もう本気でやってる人は絶対買わないといけないなっていうぐらいすごかったですね。100点。はい、ということで、エクスペリア1マーク3の凄さを、うん、芸人ギルドと一緒に体験していきました。すごかった。はい、すごい。ありがとうございます。最後の方、俺5秒後ぐらいの映像見れてたもん。それは違う。それはお前の能力。年か何回マーク3の能力なんじゃないかな。違います、違います。なんか目覚めてる。覚醒してます、それは。いや、いろんな遊び方してみたくなっちゃったわ。うん、そうですね。そうですね。その、別のゲームとかでも、ね。そうだね。別のゲームでも発揮できそうだよね。うん、性能。これ楽しみですね。うん、もちろんもう本当に RPG ゲームで、僕とか使ってたりしますし、はい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 、この機能。はい。でまだ紹介してないねスクリーンショットパッて撮れたり、うん、あ例えば RPG で攻略わかんないなってなったらさっきのゲームエンハンサーからポンって押すと YouTube チャンネル飛べるんですよ。で検索して、うん、ゲームやりながら YouTube でえっ、それ言えよ言えよ言えよ僕それはツイッターで言ってるんですよ。だっていやいや動画見てない時とか YouTube でね見てもう YouTube 左上に上手い人のプレイ出しながら上手い人のプレイ見てそれ閉じてゲームプレイしてっていうのがもうリアルタイムでできたりするんですよ。それはめちゃくちゃ便利だ。いやめちゃくちゃ便利だけどまだまだあるんで、はい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 、もう本当に先ほど言ったようにいろんなゲームで試していただきたいなと思います、うん、はい。ということで、今回はエクスペリア1マーク3の紹介を芸人ギルドとさせてもらいました。それではまたお会いしましょう。さよなら。またねー。さよなら。